はい、皆さんこんばんは、レイです。なんかここの明かりちょっと雰囲気良くないですか？今日はですね、一日仕事が終わりまして、皆さんお疲れ様でした。長い一日お疲れ様でした。一緒に乾杯しましょう。乾杯。あ、うまい。これワンポイントの色が欲しくてわざわざここに置いてます。わざわざここに置いてるんです。今日はですね、カメラ談義なんですけども、ここ最近僕はムービーはずっと撮ってて、写真撮ってないな、写真撮りたいなとも思ったんですけど、そんなに自分で写真いっぱい撮るかっていうと、そんなに撮る方じゃないんですね。で、仕事道具でいうとやっぱりムービーが必要でですね、多分今ちょっとカメラ机にちょっと多少並べたんですけど、よく使うカメラって何かというと、機動性、そして画質、使いやすさ、取り回しの良さ、データも含めて取り回しの良さとかで言うと、毎年必ずアップデートをしている、これなんですね。 iPhone 11 Pro Max、 やっぱ強烈にいいんですよ。で、じゃあちゃんと画質を真面目にこだわって綺麗に撮ろうっていう時には、これでも 4K 今撮れるしすごい綺麗で、この間他のカメラと比べたらこっちの方がいいじゃんって時があってビビったんですけど、僕の今のメインカメラはこれなんですね。キャノンの EOS R、 YouTube カメラですよね。もうこのバリアングルがあるっていうところで、もうファインダーそんな覗かないでしょって見せかけて実はすげえ覗くんですけど、これ好きで使ってるって言ったら、レンズがこんなでかいですね。この大きさ、 RF マウントのレンズはね、でかい。ただ画質は僕ほんとこれ気に入って使ってます。一回キャノンさんからお借りして使わせていただいたら、もう惚れ込んじゃって、で他のカメラとそんなに生々しい比較テストせずに、これはもう決め打ちでいっちゃったんですね。で、その前に使ってたのが何かっていうと、これなんですね。パナソニックの GH4で、これがここにこうやってあって、今撮ってるのが何かというと、同じこれ GH4 で撮ってるんですね。今日も 4K で撮ってるんですけど、これがパナライカの 12mm、60mm で、こっちがパナライカの 15mm の単焦点で撮ってるんですね。で、これも別に不満なかったんですけど、ただ暗所がそんなに強くないっていうところで、ただ今撮ってたら結構十分撮れてるなってちょっと思っちゃってるんですけど、フルサイズ行ってみたかったし、で写真ももっと撮りたくなって、これそのね、写真もいいんですけど、独特の温かみがあってすごく好きなんですけど、単純にもうちょっとパキッとしてほしかったというか、細かいとこまで切り取ってほしかったところがあって、こっちのフルサイズに来たんですけど、で今じゃあ GH4 が2台あって、EOS R が1個あって、でもっと暗所に強い、もっとムービーに強い一眼が欲しいんですね。なんですけど、これをこうやって構えることがあるかっていうと、あんまないんですね。三脚の置きっぱなしだし、でこれをこうジンバルにつけてこうグリ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 するかっていうと、そういうことも僕あんまりしないんですね。で、ただじゃあブレ補正が強烈に欲しい時とか、カメラを小型化したい時っていうのは、こうなるんですね。ソニーの FDR-X、アクションカム、これヘルメットの僕はここにこうつけてるんですけど、これのバリエーションで、GoPro Hero9 を使ってるんですけど、でこれとまたさらにバリエーションで、Insta1R のこれ1インチセンサーのライカレンズの方なんですけど、これ360度にして、先日忍者250、違う、 ZX25R に乗ってるやつはこれで撮ったんですよ。長い棒につけてバイク乗りながらこれをこう振り回したんですね。こうやっていろんな方向から。で、と、アクションカムだけでもとりあえずはこういうものを使うんですけど、ヘルメットに iPhone ついちゃったらそれでもいいんですよね、本当は。 iPhone のガスやっぱいいんですよ。で、こういうのとはちょっと別に、俺いわゆるビデオカメラって使ったことがないなと思って、でもしかしたら家庭用のホームビデオですよ。もうビデオカメラが実は撮り回しとか使いやすさものすごく優秀で、なんかわざわざ一眼をわざわざこんなことしなくてもいいんじゃないかななんて思って試しに買ってみたのが、これソニーのビデオカメラなんですけど、これ 4K 撮れるやつで、ザイスレンズなんでしょう。片目なんて言うんでしょうね、片目なんて言うんだっけな、
まあ、見た目かっこいいんですよ。ちょっとこのなんかね、なんかガンメタっぽいブラウンっぽい感じで、でこれ全然使ってなかったんですよ。で久々に使ってみたのがですね、RX7X 中上 GP2 の動画の後半で、週刊バイク TV のロケ行ってる出先で、でマネージャーのスコッティにちょっとカメラ回してっつって、でいつもだったら iPhone で撮ってもらってるんですね、まあ、気軽だし、いや待てよ、試しにこれ使ってみたらどうかって使ってみたんですよ。そしたらブレ補正はもちろんこれすごいんですよ。ソニーの空間広角ブレ補正入ってるから、まあ、これと一緒ですよ。強烈に自然なブレ補正が効いてるんですよ。もう電子的にガッチリブレ補正させるのはこういうことなんですよね。これ強烈ですよ。なんだけど、まあそのね、顔をこう振ったりする必要性がある以上、なんかね視線がこうスッてこうやってクッて戻ってくる感じという自然さは、僕ソニーの空間広角ブレ補正大好きなんでいいなと思ったんですけど、画質だけで言うとこっちの 4K の方がすごかったですね、 iPhone の方が。だからこれの使いどころがイメージ分かんないんですよ。まあまあブレ補正あるし、でこっちはねマイクが弱い、こういう静かな部屋で単独で撮ってるんだったら結構全然いけちゃうんですけど、外で風が強いところに行くとこれ緊張感ないですよね、この機械の形が。なんかもう運動会のお父さんみたいな感じじゃないですか。なんかこっちの方がちょっとこう戦闘的な感じしません？こっちの方が、まあここは赤八巻きついて、なんかこっちの方が強そうじゃない、かっこいいじゃない、こっちの方がなんかなんだろう、大人の男のおもちゃ感があるじゃないですか。まあ、これとこれのね、こういう見た目ですよ。なんかこれ緊張感ないんですよね、これ威圧感があって気に入ってるんですけど、そこでふと思ったわけですよ。いや自分はこれをこうやって構えたりこうしたりしないし、まあ、ファインダーは覗いてはいるんですよ、動画といえども。まあ、それこそもう外で自然光強すぎるところに行くと、この、バリアングのディスプレイが見にくい時もあるから、多少こうやって中覗き込んでチェックしたりはする時あるんですね、フォーカスポイントがちゃんとこだわりたい時は。だけどこうやって持つグリップすら必要ないから、シネマカメラでいいんじゃないって急に思ったんですよ。でまあ仕事先で自分で撮影するわけじゃなくて、番組とかに出演する仕事の方が多いから、そうするとそのプロのフォトグラファーさんとか、映像のビデオグラファーさんみたいな、そのプロの人たちと仕事一緒にすると、まあ、その都度その、まあ、機材が好きだから聞くんですよ。今僕こんなこと思ってるんですけどどうなんですかねみたいな。で一回シネマカメラ使ってみればっていうのは何回か言われたことはあったんですけど、あまりにピンとこなくて、ただ最近強烈にシネマカメラに行ってみたいなと思った理由が2つぐらいあって、1つはこれ今、ショットガンマイクカメラの上にこういうちょんまげこうやって生やしてるんですよ。それで撮ってるんですけど、こうやって1対1でカメラとこうやって喋る分には今のこの使い勝手でとても気に入ってるんですけど、最近ぼちぼちなんか対談みたいなことしてるんですね。でそうすると相手の音声と自分の音声を、今はこうやってこういうところにつけられるピンマイクを、まあ、同じの2機種持っててそれを使ってるんですけど、まあ、映像ファイルがまずこれで1つできる。でピンマイク A からも音ファイルが1個できる。ピンマイク B からも音ファイルができる。合計ファイル3つに分かれるんですよね。それ編集ソフトのタイムライン上で、まあ、こういう音合わせみたいなことしてビタッと合わせたりソフトにやってもらったりとかするんですけど、その日々このカメラ持ってあっち行ってあのロケして、でこれはこれで SD カード何枚も使うでしょ。 でこっちの方が都合いいことの方が多いから、まあ、こっちで撮るんですね。そうするとどの SD カードにどの日のどの撮影ファイル入ってんだっけみたいな、いうなんかその自分で自分を惑わせる混乱することになる時があるんですよ。そこがもうめんどくさくて、で結局なんかピンマイク一時なんかなくしちゃって全然出てこなくて、探したら使ってないカバンの奥底から出てきて、なんだよってびっくりしたんですけど、機材なくしかねないか、もうとにかく機材1個にしたいし、あとまあじゃあここにいろいろカメラあるけども1個しか選べないんだったら、まあやっぱりこの USR っていうのはものすごいいいから好きなんですけど、 SD カードが1枚しか入んないんですね。まあアマチュア機なんでしょうがないんですけど、2枚の SD カードに同時に記録を保険かけてできるならしたいし、それから長時間対談でも回しっぱなしでドンって置いていくときに、1枚目の SD カードがいっぱいになったときに2枚目の方にそのまま続けて書き込みをしていっても欲しいし、まあそういうフェールセーフとしてそこに不満があるんですね。でさっき2つって言ったけども忘れちゃったカウント、今日もう1日長かったんですよ。
で他の不満っていうのが、じゃあその音声、あ、元ごめんなさい、1個目の不満がそう、その音声ファイル、音声ファイルがあの別の機械にまたがってしまってるっていうのも1個に簡略化したくて、でじゃあこれにマイクを LINE でこうやってさせるかっていうとさせるんですけど、2系統をさすのがちょっとめんどくさいんですね。で分岐したのが合流する中、2-in-1 みたいなやつ、あのマフラーのなんか 4-2-1 が 2-1 になるとこみたいなやつを使う手とかあるんでしょうけども、まあそもそもはこれも XSR 端子使えばノイズ減らせるんですよね、もっと。まあシールド構造になってるからなのか、はよくちょっとはっきり使ったことないかはっきり分かんないんですけど、でそれが GH4 じゃなくて GH5 だったら上にガチャンってなんかドッキングする機械があって、そこにマイクを直接何本かぶっさせるようになるんですね。ただそれってもともとはシネマカメラ、まあ映像用のカメラでやることなんですよね。だから普段テレビとかなんかそういう仕事行くと、こういうでっかいこういうのですよ、こうキャノンキャノンじゃなくて、あのバズーカみたいなこう大きさのやつ、まあ今時なかなかそんな大きなこうやって担いでるカメラマンはそんな見ませんけど、それだったら直接そこにマイク2本ぶっさせるんですね。でそれが仮に対談だったら、こっちに A さんいて、こっちに B さんいて、それぞれにマイクがビヨーンと伸びてきて、ここにマイクが2本こうやってあって、だけど全部刺されてる大元がもう全部映像ファイルと一緒になるみたいなことができれば、まあ仕事で失敗することが減るんですよね。でソニーの α7S3 でしたっけ、だと要はここの GH5 に足せるドッキングみたいなものがちゃんとあるんですよね、ソニーで。でキャノンはないんじゃないの多分。でそれつけたいんだけど、つければこれで別に解決するのかもしれないけども、まあなんかドッキングする機械かましてそれやるのもう直接カメラにこうさせちゃえばなおいいんですよね。でそれってシネマカメラの領域だし、シネマカメラはなんかなんていうんですかね、これって写真撮れるついでに映像撮れますよって、12年ぐらい前のニコンが始めた文化なんですけど、まあメインはやっぱ写真機なんですよね。だけど写真そんな撮らないから写真機である必要がないんですよ。でこれ電話機ですよ。電話機になぜかこれよりももっと画質のいいカメラ機能がついちゃったんですよ。いやすごいことですよ。あとソニーの RX100 Mark4、高級コンデジと呼ばれるやつも時折使うんですけど、まあそれだったらこれで済んじゃうっちゃ済んじゃうんですね。でそうか、写真機である必要性ないんだったらシネマカメラでいいじゃん。まああのこのファインダーなくなっちゃうのはちょっと不便かもしれないんですけど、まあ、その外部ディスプレイとかどんどん増設してて、なんかリグ組んでなんかこんな枠とか作ってこうガチャンって持てるようにするとかいろんなことできるんでしょうけど、そんな時にキヤノンの C70 っていうのが発表されたんですよ。でこれはね、マキエカメラな気がしてるんですよ。まあ、各メーカーマキエレンズってやっぱあって、それ1個持っておけばものすごい安いのにレンズ交換する楽しさを知っちゃってレンズ沼に盛大に連れてかれるっていう罠なんですけど、それに相当するシネマカメラなんじゃないかなと。でシネマカメラって、まあ、100万200万とか確保しなきゃいけないような機材がたくさんある中で、 C70 がおそらく60万円ぐらいからスタートしそうなんですね。で分かんないけど、なんかヨドバシカメラとかビッグカメラとかのポイント還元とか使えばもっと安くもなるだろうし、でそれがあれば、でなんだっけな、 SD カードじゃなくて CF カード、もうちょっとなんか業務用っぽいやつじゃなくて SD カード2枚刺さるんですよ。エクセサル端子2本刺せるんですよ。解決しちゃうじゃん今持ってる不満。これいいんじゃないと思って。でただよく分かんなかったのが、センサーサイズがスーパー 35mm マイクロフォーサーズフルサイズ、まあ中盤とかもいろいろあるけど、まあまあフルサイズがやっぱ偉いわけですよね。センサーサイズがでかければでかいほど光を集めてくれるという概念は間違ってないと思うんだけど、ただこれ写真機だからフィルムをこう横方向に巻く構造でできてるんですよね、デジタルだけど。だセンサーの向きとかさ、だけどスーパー 35mm の映像のフィルムっていうのは映画館とかの投影する機械ってフィルム縦に巻くじゃないですか。そこでその上下反転するんですよね。だから結果スーパー 35mm ってセンサーサイズだけでいうと確かフルサイズよりも小さいものなんだけど、その記録する方式が逆になるから結果広くなる。なんか僕もちゃんと理解できてないんですけど、だからまあ暗所にももっと強くなりそうなんですよね。
で画素数でいうともうなんか2000万画素3000万画素みたいなものがどんどん増えてきてる中で画素数はそんなに多くはないんですよ。で僕も画素数は全然求めてないんですね。でだから GH5 よりも GH5S が欲しいなと思ったところでもうこれは分かんないからC70 いっちゃおうって言って今 C70 ムードがすごい来てるんですよ。で C70 のことを聞く相手が分かんないんですよ。その周りのプロに聞いても C100 とか C200 とかもっとすごいやつ使ってるから C70 ってなんだろうねアマチュア機なのみたいな、まあ、だけど周りのプロに聞いてみたらこれワンマンオペレーションを前提とした感じの作りなんじゃなかろうかっていうのを2箇所ぐらいから聞いたんですよ。となるとこういうね YouTuber に向いてるわけですよこのカメラで。しかも安いしです。これが RF マウントなんですよ。てことはですよこのレンズ使えるんですよ。このレンズを僕のキャノン資産というのが初めて生きる時が来るんですよ。これ 24mm105mm のレンズでまあいいレンズなんですけどもうちょっと広角欲しいなってこうやって喋る時にこれだから 4K でこれ回してるともっと狭くなっちゃうんですね。これクロップしちゃうって文句を最近ポチポチ言ってるんですけど、だから広角のレンズ欲しいし、それからもっと寄れるレンズも欲しい。これ全然物寄れなくてアップでも商品撮影とか物が撮れないんですね。バイクのパーツとかで、そういう時にこっちのレンズのが逆に寄れちゃうからこっち急に登場したりするんですね。あの動画撮る時とか写真撮る時も。だけど僕その背景を別にぼかしたいわけじゃないんですよ。ボケるとちょっと極端になっていくからそこまでボケなくていいんですね。だとすると写真機である必要性っていうのがそんななくて、で自分のとこでこういうとこでなんかパッと撮影する限りのものだったら別にこれでもこれでも全然十分な画質で下手したら iPhone でも撮れちゃうぐらいなんですよね、いい写真って。今だとすると写真機いらないじゃんと思って、ますますもう C70 を買った方がいいんじゃないの、買わなきゃ損するんじゃないのみたいなあの実質無料じゃないですけどみたいなテンションになってるんですよね。でそんなことを思ってた中でここであの机しゃべりの動画撮りたいななんて思って久々に GH4 を回してみたら全然 GH4 いいじゃんみたいな、そもそもこれ以上の高画質いらないじゃんみたいなことを思いながら新しいことを今企んでるんですよ。僕は GH4 が今2台あるんですね。今撮ってる GH4 とこれで、これ自体を所有しなきゃいけない理由っていうのが別にもうないんですね。っていうのもメインカメラこれだし、でこれが2台あってマップカメラさんからこれの買い取り価格が上がりましたってメールがものすごいまめに来るんですね。これ GH4 2台売って GH5S にしたらもうちょっとワクワクするかなみたいな、でこういう暗いところで撮るとみたいな時に、となると手元に置いとく写真機の形をしたものとしては GH5S って多分ちょっと値段下がってきてるんじゃないですかね。もう S とかなんとかみんな盛り上がってる今だから、で高感度寄りで僕には都合がいいし、でなぜ小さいし、まあ、これより大きくはなるけど、だから EOS R のボディを売却して EOS R のこのボディを売却して、これ軽いな、レンズ外すとレンズのが重いじゃん。EOS R のボディを売却してレンズを手元に残してこれを C70 にして GH4 をバックアップ含めてこの2台持ってる必要性があんまないから、これを GH5S とかにしたら、まあ、パナソニック大好きだしキャノンも大好きだしいろいろいいんじゃないのみたいな。でソニーの α7S3 はとてもとても気になってるのは事実で、ソニーのムービーっていうのはすっごい気になってるのは事実なんだけど、どこかでパナソニックのライカレンズの組み合わせがすごい好きなのと、キヤノンの RF マウントとかもキヤノンの、そういわばこの UI に慣れちゃったから自分の体がもうキヤノンとパナソニックの体になっちゃってるんですね今。だからそこからソニーに行くのがちょっと億劫になってる自分もいて、まあとはいえ、まあ、これの UI なんか全然別物ですけど、これとかソニーの RX100 とかを使ってるから全く使ったことがないわけじゃなくて、逆に最近初めて買ったカメラはニコンだったのに最近ニコンを全然所有してないんですね。そんなことをね今このカメラ回してなんか動画撮ろうかなって思い立った時に、いや待てよ、 GH4 2台を GH5S にして EOS R を C70 にすれば出費少ないじゃんみたいな、これ気づいちゃったね。
じゃない、ちょっと自分的にワクワクするやつっていうところに今ね来ている、夜雑談でございました。てなご卓を並べながらも結局は一番使うカメラというのは iPhone です。これねすごいんですよ iPhone って。これ電話もできるんですよ。しかも映像撮れるのに LINE とかもできるの、すごいんですよこれ。でこんな薄っぺらくて、これデニムのお尻ポケットにもポンってスッてこう入れられるんですよ。これすごいものなんですよ。映像も写真も撮れるのにインターネットもつながるんですよ。まあ、なんでしょう結論、 iPhone 偉い。まあそんなカメラをですね最近楽しく、なんか今まで撮ってこなかった動画というかものを撮らなきゃいけない、だからなんか遊びで撮る動画と本当にガチガチな仕事で撮る動画ってまたそれぞれ違うんです。それぞれの中でもこれまでやってこなかったタイプのものを撮る機会が増えてきてるってところがあって、今その映像機盛り上がりが自分の中で熱いんですね。で C70 なんかそのだから S なんたらとか α なんたらとかみたいなものとか Z なんたらとみたいなものもずっと当然気にはなってはいるんですけど、これだって思えたやつ、いや EOS R6 買うって言ってたんですけど、一応買っとくかみたいな感じの、なんかなんていうんですかね、買っても安心できない、買っても緊張してる気がしたんですよ。もっとすごいの出たらどうしようとか、買った上で使った上でなんか気づいちゃったらどうしよう、ここちょっと違ったなどうしようみたいな、そういうどこか心が許せないというか気が抜けない感じがしてたんですけど、僕の安住の地は C70 の先にある C100 とか C200 とかその先にあるシネマカメラの方向だろうよって。だってなぜならもうしつこいですけど写真撮らないから、こうやってあんまりで、しかも 4K、6K、8K で撮っといて後から動画から切り出した写真でいいんですよね。僕の使う写真なんてウェブ用途でしかなくて、いやポスターとか雑誌の見開きとかに使われる写真を撮るわけじゃないから、ウェブ用途だったら僕は動画からの切り出しの写真で僕は十分だと思うんですね。GH5S と C70、 この C70 はね俺気づいちゃったんじゃねえかなみたいな、その自分で自分をちょっとこう褒めたい的なやつがあるんですよ。これの面白さ、もしかしたらまだそんなに全世界全員が気づいてないかもしれないみたいな。なんかすっごい遡ると、あのドコモの i モードっていうものができた時に、最近ニュースであの NTT がドコモ買うっていうのがすごくニュースになってますけど、i モードができた時に i モード向けのサイトを作った人が身近な先輩で、億万長者じゃないですけどものすごい大成功してたんですね。でとあるサービスを作った人なんですけど、今考えればまあ当たり前にどこにでもあるものなんだけど、当時 i モードなんか全然使いにくくて別にそんなにこだわって使うこともなかったのに、誰より早くそれに興奮してて遊んでた先輩がいて、そういうなんか新しいものに気づくところがその人楽しそうだったんですよね。で今回の C70 は面白い匂いがしてる。まあカメラ好きな人、あの動画撮る人からすれば、いや全然そんな周知の事実だよっていうことだと思うんですけど、別に映像の学校行ったことも映像のプロでも何でもない自分が、結果仕事が YouTuber になって映像を撮ることが仕事になっていって、で今や本当にこういうもののおかげで、かつてはこういうのしかなかった時代にこういうものが出てきてくれたおかげで本当にいい綺麗なシーンが簡単に撮れるようになって、これほどの性能のものが全然買える値段になってくれたおかげで、シネマカメラっていうまだ自分が足を踏み入れたことがない世界に興味を持たせてくれたんですよ。なんかこう静かにこうふつふつとテンションがこう湧き上がってきてる感じ、これなんかねもう自分に対してしめしめみたいな感じなんですよ。あのだから普段レイブログをご覧いただいて皆様からすると、こいつまたなんかしめしめしてるぞみたいな、こいつまたなんか変なもん手出すのって感じだと思うんですけど、変なもん見つけたんですよ。あのまあキャノンさんに対して C70 変なもんって言っちゃいけないんだけど、普通じゃ絶対いらないもんだから、全然いらないものだから。それこそ仕事仲間とかで YouTube 始めたいのがどうしたらいいのって聞かれるときに、 iPhone 持ってます、あじゃあもうこれで全部完結しますよ、これで足りないことが不満が出てきたら、あのコンデジとかあのこういう一眼とかに行ってみたらいいんじゃないですかって話するんだけど、なかなか人に C70 面白いですよって勧めることもこの先そうそうあるのかないのかもピンとこないんですけど、だけどムービーメインの機械
写真機じゃなくて映像機ってものがもっともっともっと当たり前になってくるんじゃないですかね。写真から違う、動画から写真は切り出せるから、なぜならば。あと動画を普通に扱うことがもっと増えるだろうから。だとすると今のタイミングで C70 多分面白いですよ。多分ね、分かんないですよ、根拠そんな本当ないんですけど、ただなんかドキドキしてる。レイがお送りしました。